ビシュナベビシュナベとは、広島県東広島市最上地域で作られる日本酒を使った宴会料理。本来は、鉄板で焼きながら日本酒を足していくので鉄板料理にも分類される。その調理の際に日本酒をビシょビシょになるまで足して焼くのでビショ鍋という説もある。鶏肉、豚肉と野菜を主体に日本酒と塩、胡椒だけで味付けをするシンプルな鍋料理。 ただし、鍋とは言うものの、調理には、深めの鉄板を用いることが多く、汁気をほとんど出さない、入りに状態で食べる料理である。調理の途中で普段は、飲んでいる、日本酒をお趣味なく使うが、アルコール分が抜けて、酒の旨味だけが残るため、酒の飲めない人や子供でも食べられる。名前の、美酒とは、酒蔵の若い蔵人のこと。西条の日本酒メーカーである。 鴨鶴ル酒造の専務であった石川和知が終戦直後に鳥の内臓を使ったもてなし料理として考案した料理でもともとは石川の名前にかけて五右衛門鍋と呼ばれていたという。それがたまには若い蔵人にも腹いっぱいの料理を食べさせたいという石川の気持ちから酒蔵のまかない料理として広まり美酒鍋と呼ばれるようになった。なお美酒鍋の字は 近年になって当てられたものである。読み方は、金表記や混ぜ書きの場合は、微ナ鍋または、微ナ鍋と表記してそのまま読むが、ュナ鍋のようにすべて漢字で表記した場合は、ュナ鍋と読むのが通例であると言われる。中国四国農政局ホームページ、ュナ鍋、ありがとうございます。